今日はですね、面白いものと面白いものをかければ面白くなるということで、心霊スポットで天ぷらやっていきたいと思います。今日は何をあげていくんですか？今日あげていくのはこちら、メントス。声ちっちゃいよ、もっと声出せ、メンディー。いや、心霊スポットで大きい声出すな。怖いだろ、メンディーって聞こえてきたら。確かに。ということで今回はメントスをあげていこうと思います。これを3つだな、今日の関口。じゃあ保存します。グロ。乳首やん。やばい、めっちゃおっぱい今。乳首が3つ。あ、すごい、これめっちゃいいんじゃない？ほら、あ、絶対美味しいよ。いいよね。いや、多分もう出来上がりいいと思うんだよ。え、うお、え、グロ。ウーパールーパー。俺もっと。ウーパールーパーの唐揚げじゃん。グロ、ツヤが増したね。エビみたい。エビっぽいじゃん。いい匂いしてない？心なしか。てか、え、でかっ。あれじゃね？これあれじゃん、出てね、なんか出てね。あ、出てる出てる。炭酸バーブじゃん。メントス炭酸バーブとしていけんじゃね。美味しい。あ、でもすごい見た目いいもんね。どうぞ。なんか伸びてる。メントス伸びてる。写真。うまっ。うまくない？うまいでしょ。すごい幸せな気持ちになる。温めた分、カマチョドが増してる。カマチョド、チョドが増してるから。チョドの部分めっちゃ腹立つね。ということでメントス揚げてみた結果発表したいと思います。よ、味はとっても美味しいが歯にこびりつく。何かを得るには何かを失う必要があるようです。お後がよろしいようで、また会いましょう。ということで今回はバター丸ごと1本揚げてみたをやっていきたいと思います。あ、出た、うまい。あの、ご存知かわからないんですけど、おいおい、ヒカキンさん大好きだな。参考にしてるやん、めちゃめちゃ。貝夏ヒカルさんの。あ、そうそうそう、めっちゃ詳しいやん。あの、ヒカキンさんがバター1本揚げてらっしゃって、はい、真似たいなって。真似たいなじゃやっちゃダメだよ。そんなノリじゃないのよ。マネキンって意味ここ。真似たくて、はいはいはい、ちょっと今回は用意しました、はい、ホットケーキの匂いする。ホットケーキって精子の匂いしない？わかんない。あ、精子の匂いでも俺めっちゃわかる。わかるでしょ、あの独特な。そう、やだよね。けど、あのごっくんの時何がきついって、うん、喉にまとわりつくんだってね、飲んだ後も。やだ、それがきついんだ。よくない。だからさせた後は絶対水かなんか、うん、あの用意、ケータリング用意して、うん、潤さない。あの、ご飯作るんだよ。よし、行くぞ。え、これいけるか。行きます。盛り上がるぞ。うわ、熟成されてる。おお、すごい、きれい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 。きれい。あげよう、あげよう、あげよう。よしよし、出てきた出てきた。これがうまい、多分。あの、そりゃそうだ、天ぷらだ。いや、違う。いや、でもおしゃれよ。ヒカキンさんはこれで動画にしてたか。なあ、え、ヒカキンさんはちゃんとまとまってた人だろ。なんかアメリカンドッグみたいな。え、いや、それやらせだな。お前、ヒカキンにやらせきゃあるんですよ。すげえ、どう、うまいの。え、うまいの。やっぱ衣ポテチだ。いや、そこ。いや、バターは、バターは全然まずい。いただきます。あ、絶対うまい、これは。いや、最初はそうだよ。いや、後から塩くるから、待ってて。どう、呼吸困難。カロリー取りすぎて。いや、後味美味しくない。なんか喉溺れんのよ。そう、喉溺れる。危ないよこれ。食べたくないな。あ、それはずる。うまい。幸せバターで、ただ。あ、これやば。やばいやん。え、でも最初だけだよね、まずいの。あとうまくない。最後の方はね、でも結構後半。なんかチーズっぽい。あ、まあまあまあ。バターやばいね。やばいね。体悪いぞこれ。え、うまいかうまくないかだけだ。せーのでいうこと。せーの。うまくない。いや、俺最後うまかった、正直、本当に。え、なんかさ、うん、食通だとみんな言ってなかった、うん、あ、最初はまずかったけど、俺全然。いや、俺はね、まずいな。いや、まあ、まずいよ、その、うん、そりゃバターいかつい。だって、調味料だよね。うん、メインに来ちゃいけない人だもんね、バターは。そうなんだよ、これやろうって言って誰、ヒカキンさん、うん、俺、今度会ったら殴っちゃうかもしれない。お前、初対面だろ。今度会ったらと。